レッドホルズマン、レッドホルズマン、ウィリアム・レッドホルズマン、1920年8月10日から1998年11月13日は、ニューヨークシブルクリンク出身のバスケットボール選手。NBA で活躍した、ニューヨークニックスを代表する元コーチで、監督として1986年に、バスケットボール殿堂入り。 少年時代から地元ではストリートでも名を馳せたバスケットボール選手で、ホルツマンは高校最終学年時の1938年にはニューヨーク市の公立学校スポーツ選手伝道に入った。高校卒業後はボルチモア大学後にニューヨーク市立大学シティカレッジに進み、1942年に卒業。大学を卒業すると海軍に入りバスケットボールをプレーした。 1945年に海軍を除隊、ナショナルバスケットボールリーグのロチェスター・ロイヤルズに入団。ホルツマンは NBL のロイヤルズで1946年に優勝を経験。ロイヤルズが NBA に加盟した後の1951年にも優勝チームのメンバーだった。ホルツマンは1946年と1948年にオール NBL ファーストチーム入りを果たした。 ホルツマンは1953年までロイヤルズでプレーし、続く1953から54シーズンには、ミルウォーキーホークスに選手権監督として迎え入れられ、このシーズンを最後に選手としては引退した。9年間の選手生活で496試合に、出場障害通算得点は3668点、1試合平均得点は7.4だった。ホルツマンは、 ミルウォーキーホークス、1955年からは、セントルイスホークスで4年間監督を務め83勝120敗、勝率40.8%だった。ホルツマンがホークスで仕事をしていた時期には、若手だったボブ・ペティットがプレーしていた。ホークスでの監督歴を終えると、ホルツマンは1957年より、アシスタントコーチの役職で、ニューヨーク・ニックスに参加。 翌年からは、チーフスカウトの仕事も任せられた。ホルツマンが、アシスタントコーチだった時代のニックスは、ほとんどの期間勝率が5割に満たず、監督も長い期間は定着しない、リーグの弱小チームの位置づけだった。ニックスはなかなか勝てないチームだったが、この時期には後にホルツマン指揮下の黄金時代を支える、選手が入団している。 1965年には、ビル・ブラッドリーとウィリスリード。1967年には、ウォルト・フレイジャーや、フィル・ジャクソン。翌1968年にはトレードで、デーブ・ディ・バッシャーが、チーム入りした。1967から68シーズン途中で、ホルツマンは、アシスタントコーチから監督へと昇格。残りのシーズンを28勝17敗の好成績で、終え。 チームのシーズン成績は四十三勝三十九敗だった。続く九百六十八から六十九シーズンには五十四勝三十八敗、プレーオフではイースタンディビジョンの決勝まで進み、この時代の強豪ボストンセルティックスに二勝四敗で敗退した。翌九百六十九から七十シーズンにニックスはリーグ首位の六十勝二十二敗の成績を残し、 ボルツマンは最優秀コーチ賞を受賞した。プレーオフでは NBA ファイナルに進出し、もう一つの強豪ロサンゼルスレイカーズを相手に4勝3敗で、ニックスは初めての優勝を果たした。次の1970から71シーズンは52勝30敗の成績で、プレーオフではイースタンカンファレンス決勝でボルティモア・ブレッツに3勝4敗で敗退した。 翌1971から72シーズンはじめに、ニックスはトレードで、アールモンローを獲得した。シーズン成績は48勝34敗ながら、ニックスは再び NBA ファイナルに進み、このシーズン69勝13敗だった、ロサンゼルスレイカーズに1勝4敗で敗れた。翌1972から73シーズン。 ニックスのシーズン成績は57勝25敗で2年連続で NBA ファイナルに進出したニックスは再びレイカーズと対戦この年は4勝1敗で優勝を飾ったこの後ホルツマンは1977年までニックスの監督を務めるが勝率5割前後の凡庸なシーズンが続き1978から79シーズンの途中に 再び監督職に戻り4年間チームを率いたが、同様の成績だった。ホルツマンは1982年を最後に監督職を退いた。1953年以降、ホルツマンは18年間の監督生活で696勝604敗、通算勝率は5割3分5厘。ニックスの監督としては613勝484敗、勝率5割5分8厘。 ニックスでの勝ち数613は同チームでホルツマンの業績を称えるため永久欠番扱いとなっている。ホルツマンはプロバスケットボール記者協会により1970年代最高の監督の賞を与えられている。また1985年にはバスケットボール殿堂へ衰退され、翌年殿堂入りした。ホルツマンはディフェンスを重視する姿勢がよく知られ、ディフェンスが良ければ、 オフェンスもおのずと良くなるが心情だった。ホルツマン指揮下のニックスは後に殿堂入りする選手が数名含まれる才能をあふれるチームだったが、選手たちは無視の精神でプレーに取り組んだ。ホルツマンの下でプレーし、後に監督として有名になるフィル・ジャクソンは、後年ホルツマンと当時のニックスの風潮が、自らの監督としてのスタイルに影響を与えたと述べている。 ニックスの監督を退いた後のホルツマンは1991年より同チームでバスケットボールコンサルタントの役職を受け1998年に白血病により78歳で亡くなるまでこの職にあった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。